ンポン。やばいやばいね、聞いて。一週間前から変なことが起こってるんです。ちょっと聞いてください。最初に言っておきますが、私は妄想癖でも病気でも何でもないです。笑わないで聞いてください。ガチです。本当にガチです。最近、猫の忍者に狙われてます。待って待って、本当なんです。終わらないで。本当に狙われてるんですよ、猫の忍者に。いや、そんなんあるわけないやろ。ボケも大概にせえよ。うわ、なんかいる。教師、ハーハーしてんじゃねえよ。不審者じゃねえか。あれは違います。違うって、猫よりよっぽど問題だろうが。はは。黒板ターン。お前やべえ、壁のやつだったわ。黒板に浴場する歴史教師。よし、よしじゃねえだろ、問題だろうがよ。またなんかいるって、あれ、なんかかわいい。あれはプリティコトノハです。何それ、最近住み着きましたよ。野良猫じゃねえんだから。ねえお姉ちゃん、この女の子、腕が見つかんないんだけど、顔だけ二人で多いな。適当にくっつけるか。ビジュアルからは想定できないほどの物騒さ。シュッと退場。あ、忍者おるで、あいつやろ。あ、違います。あれは忍者コスプレ好きの山田さんです。コスプレイヤー？そこの娘、今拙者のことバカにしたでござ。拙者は本物の忍者になるため、厳しい修行を乗り越えてきたござ。伸びちょっとうぜえな。見よ、隠れ身の術。まさか俺の術を見破るとは。貴様、まさかあのシャリンガンを。なんだよバカな。忍者といえば、息を潜め、天井に張り付き、ターゲットを仕留める闇の暗殺者。じゃあ今から天井に張り付くほどの身体能力で身を隠すので、一旦出ていただいてもよろしいですか。もう隠れる先行ってるじゃんお前。まあ、いいけど。あ、ガッツゴザゴザ。ロビーうぜえな、さっきからこいつ。そろそろええかな。おーい、入るで。さて、うまく天井に張り付けてるのか。どこ張り付いてんねん。はは、天井に張り付くと思ったか。裏をついたんだよ、バカが。裏を書いてクソ目立つ場所に張り付いてんじゃねえよ、ボケ。貴様、私の黒板ちゃんに何をしてる。何やつ、甲賀のものか。歴史教師です。うわぁ。地獄や、猫忍者いませんね。肝心の猫忍者よりもやべえやつしかいねえってどういうことだよ。ピンポン。こんにちは。うん、葵ちゃんいらっしゃい。はい。赤根もいらっしゃい。お、おう。はい。ぶぶづけ。なんやお前、うっさいのぶづけくれー。うるせえな。ぶぶづけうま。くそ、ゆかりのやつなんなんや。きっとあれだよ。先生はお姉ちゃんのこと好きだから照れてああなってるだけだよ。え、ほらよく言うじゃん。好きな人には態度が変わるって。たし、かり、なんやあいつうちのこと好きやったんか。まあせやろな。それしかないな。そうそう受ける単細胞。なんか言うた、何も。おい、うちのこと好きやろ、いきなり。まあ、嫌いというわけではないですな、グッフ。誰、いや最近目が悪くてな。もう、誰に言ってんの、しっかりしてよ。おい、うちのこと好きやろ。もちろん好きやで。ありがとう。おい、先生に言わないと意味ないでしょ。だって嫌いって言われたら怖いから、まずは好きって言ってくれそうな人に。ハートが弱すぎる。なあ、うちのこと好きやんな。なんかちょっと塩らしくなってる。もちろんですよ。よしよし。私の姉にはプライドというものはないのだろうか。なあ、うちのこと好き。なんかすごい塩らしくなってる。え、何ですか急に。でもちょっとはちっぽくてむふ。別に、あれですよ。嫌いとかでは。ないですよ。昔のことはもう気にしてないけど、今さら仲直りするのが恥ずかしいからどうしたらいいかわからないって言っとるわ。ちょっとやめて。まあせやろな。急に偉そう。二人仲良くなりたいなら、今度親睦会でもやるか。いいですね。だったら私たちの家でやりましょう。え、いいんか。はい。いつも皆さんにはお世話になってるので。じゃあ、お言葉に甘えて。こんにちは。おう、ついなちゃん、あかりいらっしゃい。お邪魔します。ゆかりもいらっしゃい。うん、はい、ぶぶづけ。なんですか、貴様ー。やかましい、ぶぶづけ食いや、もうほっとこう。な、はい、ぶぶづけうま。ピンポン。おう、いわゆるストレートな質問来たこれですね。おっとっと、拙者来たこれなどとついネット用語が。まあ拙者の場合、春日好きとは言っても、いわゆるラノベとしての春日でなく、メタ SF 作品として見ているちょっと変わり者ですので、ダン・シモンズの影響がですね、ついマニアックな知識が出てしまいました。いや、失敬失敬。まあ萌えのメタファーとしての中戸は純粋によく欠けてるなと称賛できますが、私みたいに一歩引いた見方をするとですね、ポストエヴァのメタファーと商業主義のキッチュさを引き継いだキャラとしてのですね、朝日奈美紅の文学性はですね、おちょっと、拙者これではまるでオタクみたい。拙者はオタクではござらんので、ここを。なんやお前、コポ、それ返答。トプコ、アカリシを拙者と春日談義しませんか。いやいいよ、これ違うやつ。ああ、これはわざとですよ。アカリシを試したまでです。よく見破りましたね。本物よ。こっち、よりちげえよ。ゆかりし、ゆかりし、すずみやアカリシ、見つけたコポ。なんか語尾侵食されてんな。春日、来たこれ、来てねえんだよ、ボケ。ふひひ、アカリシは春日知らないでゲスもんな。もはやお前なんだよ。バカ盗んだコポ、それくらい知ってるコポ、コポ。なんかすげえ溺れてそう。ちゃんとくぐったで、これやろコポ。ん、すずみやはひる。なんやこれ、うちも知らんわ。調べてみるか。こんなんはうちらの動画では扱いません。これも絶対禁止。何だったの？知らんわ。調べるの禁止。でもちゃんと調べたの。多分うち間違い。調べちゃダメ。ゆかりし。おー、青いし。青いちゃん。持ってきたでござるよ。すずみやはるひ。これが、本物でござる。おー、ちゃんと本物や。さすが青いちゃんやな。よかったよかった。青いし。やりますね。いや、なんもよくなくね。ピンポン。
明かりとは何者なのか。今回は彼女のことをより知るべく、彼女の生態を理解していこうと思う。彼女といえば、父。そう、皆さんもとても興味のあるであろう。父なのだ。父が彼女の全てであり、画角には父しかいらないとまで言える。さっきからなんだこの茶番は。あ、父を求め三千里。今回は明かりちゃんのことをより視聴者の皆さんに知ってもらおうという企画です。あ、なんや、自己紹介とかすればええんか。いえ、解説は専門家の方をお呼びしてるので大丈夫です。専門家どうぞ。どうも。葵ちゃん、明かりちゃんのことを本人よりも知り尽くす明かりちゃんのプロです。では葵先生どうぞ。なんかちょっと怖いんですが。絆明かり、漢字だとこ、ローマ字だと KIZUNAAKARI、 絆明かり。それいる。名前の由来は、縁で結ばれた人たちとの絆を明かりで照らす。誕生日は12月22日、年齢15歳、身長151センチで、中の人はホワイトアルバム2の沖祖刹那、慶應の平沢ういなどを演じてる米沢まどかさんです。そして公式の基本設定についてはこれ以上の情報はありません。開発者によると、必要最低限のプロフィールだけ用意して、人物像やキャラクター同士の関係性などはユーザーの想像に任せるという広がりを持たせるための方針を取っているためと思われます。そして二次創作では、巨乳キャラ、食いしん坊キャラとして描かれることが多いですが、公式絵を見るとそんな極端に大きいものではございません。一説によると、開発チームが同じとされ、何かと関係性の深いボイスロイドゆずきゆかりと比較した際に相対的評価です。なんかこっちに流れ玉来てます。そこから二次創作としては、若干誇張されたバストを描かれることが多くなったとか。おい、え、父人に多い。セクハラ親父かてめえは。また大食いキャラについては、発売前の生放送で食事に関連したエクストラボイスが多数公開されたためと思われます。うちの動画もそんな感じなんでしょうか先生。そうですね、動画投稿を始めてだいぶ経ちますから、今ではあかりちゃんのお相撲さんキャラとしてしっかり定着。誰がどこに定着しとるんや。もちろんスレンダー美人ですよ。おほほ、あかりちゃんにたくさん食べさせたい。みんな僕が踊ってあげるよとコメントください。やめろや。でも本当は美味しいもの食べたいでしょ。まあ、おい、お前らコメントしてんじゃねえよ。今度みんなであかり先輩にたくさんおごる会やりましょう。いいですね、いつもお世話になってるあかりに負けなしの小遣いはたくて。う、めっちゃ嬉しいけど、あんま甘やかさないでや。